はい、性加害問題ですよ。松本人志、松本人志、はい、それからサッカーの新庄はサッカーの伊藤純也、伊藤純也、はい、これもまた何週もやってるわけですけど ね、 そうですね。特に文春の今週の松本はひどいんじゃない、うん、これは。これはまあひどいというか、そうですね、もう過去とかないから。そうです、まとめ記事、過去の遡って、松本の人志の人生ですよ、うん、半生をやってるわけですよ、はい、だけどまあさ、そこまでやんなくてもいいんじゃないかなとも思いますけど、うん、どうなんでしょうこれは。まあ半分は松本人志がどうやってこう成り上がってきたかっていう話なんで、そういう話、それはまだ良かったですね、うん、まあ良かったけど、はい、別にやんなくてもいいよね今そうだろ、はい、まあ、でこのね、しかしね、この新潮のね、はい、このサッカーのね、伊藤純也、はい、この弁護士大丈夫かなと。こんなに出てきてね、もう出てペラペラ喋ってんだけど、はい、弁護士を、つまり加藤博太郎弁護士、うん、はい、テレビでね、うん、僕はこれ見てるわけじゃない、ここに書いてあるんだけど、昼帯ではね、うん、同意があったとかなかったとかそういう話ではないです、うん、またこれでっち上げで行われたものだというふうに考えています、うん、それからフジテレビの一途ではね、うん、女性2人の話が全くのでっち上げだと考えています。それは客観的証拠からもそう言えると思います、うん、客観的証拠なんかあんのか ね密室で分かんない。それからね、うん、これは女性セブン、性行為の同意の有無は争点にしていません、性被害は全くのでっち上げで、そもそも性行為自体はなかったということです。これさらに話を進めちゃってるんですよね、勝手に。そう、伊藤純也の最初の反論では、そう、性行為はあったけれど認めたけど同意だったと。それで弁護士が、その別な弁護士が、はい、初代弁護士って書いてあるけど、はい、女性側の前任弁護士と昨年12月4日に都内の会議室で協議を持った際には、うん、伊藤側はホテルの部屋で性行為があったこと自体は争っていませんと認めてたんだ、うん、そうそれが同意があったかなかったかは、まあ、はい、ね、別だかもしれないけど、はい、でそれをさ、この加藤博太郎っていう弁護士はさ、うん、この性行為自体がなかったと、はい、今更ね、はい、巻き戻してるんですよね、うん、どこのこれ大丈夫かなって。そう思いますよね、はい、これで結局これやると、うん、裁判になった時に、うん、裁判官の心証が悪いという、うん、そのまあ虚偽というかね、うん、ちょっとこれをで勝たせるわけにいかないって形になる可能性も、うん、そうそう、だからまあ伊藤純也の方が弁護士途中で変えてて、うん、裁判戦略をもしかしたら、うん、まあその今の弁護士にした時に間違ってるのかもしれないですよね。だってそれは心証悪いよ。だってその最初の交渉でその性行為自体を認めて、その同意があったかなかったで争うで話し合いをしてたわけだから、それなのに急にね、性行為もなかったと。そうですよね、これはやっぱり心証も悪くなるよね、これ。その弁護士の意図が不明ですね、これ。そうですね、うん、急に強気でね、出てベラベラやって、新潮が数族そこをついてきてるんですけど、うん、しかもこれがどうなるんですかね、最終的に裁判とかなっていくと。松本人志の件もそうですけど、松本人志はもうこのまま引退するんじゃないかという、分かりませんけどね、だって3年4年かかっちゃってたら、うん、もうなかなか戻ってきづらいですよ、ね、うんうん、まあまあかかりますよね、はい、でも松本人志、頑張れって言われも多いんですね。ああ、まあそうですよね、ネット上でね、ファンはねいますからね、うん、この行為とはまあ別としてね、うん、どうなんだろうねこれね、はい、まあだけどあれだよな、その、はい、若いから、そうです、まあそういうね、はい、性の衝動とかなんかあるかもしれんけど、はいはい、それは自分の立場を考えて、はい、そのまあこういうのこともなんですよ、うん、そのお金で解決するとか、はい、そういうふうにするようなことを、うん、その教えなきゃいけないのか ね今ね、やっぱり相当男の方も今後慎重になっていくっていうべきなのかもしれないですけど、そうなると、まあ、基本的に、問題は起きないけど子供も生まれないっていう時代になると思いますよそんな同意を毎回取れるかっていう話にも、うん、なると思うんですよ、ね、もうイギリスの方だったらもう同意してなかったんでやられたって言っても、はい、70年ぐらい前のあれを訴えられて、はい、そうで実際刑務所に入ってる人もいるわけですよ、はい、
大変なことになるねこれ、はい、同意かどうかって非常に難しい、難しいよね、はい、まあ、難しいけどそういう著名な人は、はい、無名な人はしょうがないです、いいですよ、うん、そうそう、著名な人は、はい、やっぱり自ら気をつけないとダメだろうな、そうですね、うん、立場があるわけだからね、はい、それはね、チャールズ国王がん公表っていうのも、ねはい、なんかちょっと憂慮すべきことかも分からない、でね、でも病状あのちゃんと発表してないから分かりませんけど、はい、なったばかりなのにね、早くも退位するかもしれないっていう可能性あるわけですからね、まあ、ありますよね、はい、そうするとどうなんのこれは、うんね、エリザベス女王が長生きだったんで、あのそうですね、世界最長のインターンって言われてたんですけど、ウィリアム王子がなるんですかねこれ、そうですね、ヘンリー王子は、はい、ダメでしょう、ああいう関係だから、まあ、あの摂政を立てるという手なんかもあるみたいですけど、うんうんうん、そうだな、はい、公務がね、そうですね、できなくなるんで、うん